僕の、イメージはその普通ね、政治の話して、こう、なんとかの犯罪とか言ったら、まあ、人道に対する罪だとか、あるいは汚職だとか、そういうものを想像する、もっとそうなんいうかステージの高い犯罪ね。話なわけじゃないですか。だけど、今日僕が集めたものは、維新らしい犯罪って何かって言ったら、ステージの低い犯罪な喧嘩とか、ひき逃げとか、でっかい字のところが、はい。これが面白いなと思ってお、面やって白いね。たんですけど、結構すごいですね。洪水の先生バッキリで、女性議員の机をぶっ潰し、建造物侵入の話なんですが、詐欺、振り込み詐欺に口座を不正に、ちょっとトワトワと今、ツイッターでもよく出てくる、キモタの大野さんです。表現の自由選手か、この人はなんか口座をなんか売ったんですか、売ってました、グループに。口座の売買も自由かと思ったんでしょうか。そうそうそう。表現の自由と思って、やっぱりタクシー運転手暴行とか、そういうのが多いですよね。で、タクシー、残業代に、これは足立さん、覚えてますよね、覚えてますね、なんかね、ふざけんなとか言って。タクシーで取られて、これ、葛飾さん。KSK さん、徳永さん、はい、あんたがこの流れを釣ったんやで、分かってますか。俺は大事な友人なくしたんやで、徳原義雄いう俺は友人なくしたんや、あんたがそれ言うたから。その責任はどないなってんねん一体。それともう一つ、
はい、分かっときながらこれ妻の発注そのまま受けるってどういう会社や。注射のことも言うたやろ。で会社ぐるみでうちほんならもう潰しにかかってるわけやな。で会社ぐるみでほんならそういう不正事の態度を取ってるわけですよね。そういうことやで今言ってること。それやったら徳永さんな、いやわし個人で言うて書くた方がな、また会社のこともきれいやんけ。お前クビクビなんで、お前のこと言った会社お子さん置いてあんねやろ。いいいいおれ、夢おれんのか。はい、この前結婚しました。うんた、それやったらもう家庭守らなあかんやないか。奥さんも仕事してんのか。いや、してないです。余計やないか。労働に迷うといかへんやろ、徳永にか。そうなったら俺、あんたのところの会社の罪は深いということになるから、これは会社対徳永悟の勝負になるから、社会許そうになる。もうその時は俺言うで、もうそれは ABC も MBS も関西テレビも読売テレビも全部言う。だけど、あんた個人の話って話でいいですよ。それは会社では言わん。約束したで。何回も言うな、ちゃんとやったらな、あんたの罪は問わへんから。俺、それは、ちょっとこっち向いてくれ。はい。俺、声つけてる人やから。はい。嘘をつかんで。もっぺん聞く。はい。絵描いたのは徳原どこだよ、ほんなら。っていうのはどういう絵をですか。院内処方にするという絵を描いたのは徳原ドクターですよね。ああそうですね。そうですね、はい、でそれに対してそれをアイコンを押してそれを手ほどきして松山さんにつないでそれを幇助っていうのか、はい、法律に、はい、照らし合わせて言えば例えば殺人幇助とか、はい、詐欺の教唆とか幇助とかこういうことがあるんだけど、うん、いわゆる我々からしたらマイナスのことになる幇助を御社はしてて御社ごとやな、これは徳永さんから松山さんに送って当然上の係長さんとか課長さんとか知ってるやろ。そうです、会社ごとやな。だ会社ごとそれを分かりながらこういうふうにやってる。ところがいるのさ、44です。で結婚したところでさ、これから子供を産んで、まあ初対で子供もやっぱ作りたいやんか。そうですね。でもこんな話したらいいやけどさ、俺さ、この前な、大阪府ってのは、はい、労働のことには結構携わってるのか、はい、で、あの商工労働部ってあって、はい、そこでな、衝撃的な事実が出て、俺もな、自分と同じぐらいの年やねんか。ほんでな、俺の年だったらな、再就職聞かないで知ってる。うん、そうですね、聞かないですね。わかる。はい、ああ、ここは私、顧問弁護士が吉村博文さん、はい、大阪市長、はい、ちょっともう相談は半分かけてます、はい、でその上で御社に対してのこの一連の損害賠償請求にわたると思うんだけども、これは徳原さんとパックだからな、どっちにしても責任的に言うと91で徳原さんだと思うけどな、でも1はあんたとこにもあんねん。それはよく分かっときや。そうなった時にな、やっぱり世間に名前知れてまうわ。そうでしょうね。お宅らの会社がプライスレスや、その影響。そうですね。嫌やんか。俺かってもうそんなん出すの嫌やねんけど、こっちになったらもうはっきり言って生きるか死ぬかや、俺かって。それと俺にはメンツがあんねん。そらそうそう、そらそうそう。貧乏してもな、守らなあかんもん、それはメンツや。それはもう私もありますんで。そうやろ、はい、僕はもっとあんねん。そうですね。なんでか。21,600票もらったら、21,600人の大阪府民のうちの鶴見府民の思いを込めて、このパチ今は4年間そのうちの半分預からしてもらってね。この間俺が舐められたらこの鶴見区民が府民が舐められてるというのを解釈するんで、府民を舐めるような言うたら市民を舐めるような、そんな会社許せるんか、そんなとこで許せるんか。俺そんな思ってんねん。分かった上でやってんだろ。分かった上でやってんだろ。覚悟はしてもらうか。あんたらがってな、行政の指導なしでな、いかなる行政の指導なしではやってからへんねん。それかというのを覚えておいて、そこを俺は分かってんのかと思ってんだよ。